山梨県五直市南公園は山梨県南アルプス市にある山梨県立の都市公園。指定管理者制度に基づき株式会社富士グリーンテックが指定管理者として管理運営に当たっている。南アルプス市と韮崎市の境界を流れる五直市側の河川敷を利用して1989年にオープンした。敷地面積は約35ヘクタール。 2006年度より富士グリーンテックが指定管理者となり様々なイベント、有効活用、雇用や社会学習の場の提供等の取り組みが評価され2010年11月に日本公園緑地協会主催の第26回都市公園コンクール管理運営部門協会会長賞の受賞を受けた。当公園開演前の1986年にか、 イージ国対少年ラグビーの部主会場として会場した。県内唯一のラグビー専用球技場であり、全国高等学校ラグビーフットボール大会の山梨県大会はここで開催されている。また、ラグビー以外にも J リーグバンフォーレ甲府の練習場として使用される場合もある。人工の噴水広場。水浴びをすることが可能。蒸気以外に子供用の遊具広場がある。 指定管理者の導入施設一覧について、山梨県都市公園条例都市公園コンクール、多彩な取り組み評価なやの、ご直視南が入賞、山梨日日新聞2010年11月24日付長官、第2版、第18面。ありがとうございます。